メゾンビ TV。 ぜひ聞いてます。そうですね、はい、そういう感じで、はい、おっさんもちょっとパートを受けたら適正なのを歌いながら決められると思います。すげえざっくり言ったら過去で一番良かった。悪く今まで言うつもりないけど、なんかショーケース的だったもので、すごいライブになって、なんかみんなのライブテンションがお客さんにちゃんと影響してて、逆にお客さんの影響がみんなに影響しててみたいなことが起きてた感じがしたから、その上で、あの多分今までで一番お客さんが盛り上がったと思う。でそれを直接感じられると思うんだけど、それによってみんながあの当日も言ったけど、ちょっと浮き足したんですか、はい、ちょっとつま先立ちぐらいで常にやってる感じがした、はい、飛んでることは言ってないけど、はい、そこはあの可能性を見ながら堂々とパフォーマンスするとこはするというか、みんなわーってなってみんなが喜んでるみたいな感じがずっとなんかその瞬間も必要なんだけど、そうじゃない瞬間というか、喜びを表明するとかって別に全然それでいいと思うんだけど、すげえいい勉強になったんじゃないかなと思うし、この上のステップのライブ行くとしたらそういうとこが必要なんだけど、見たと思いました。そのリハの段階からなんかそのまずお客さんとか来てくれる人ファーストに考えて、うん、ここはどういう風にしたらお客さんがもっと盛り上がるかなとか、うん、逆にここは抑えた方がいいかなっていうのを考えたんで、うん、逆にそれが今までで一番その一体感、うん、今回一体感を一番重視しながら瀬取りとか練習もしたんで、うん、それはうまくいったかなと思うんですけど、うん、やっぱりそのまだ慣れてない部分というか、こうかそのかかっちゃう部分とかも思うのもあったりしたんで、金田さんおっしゃったようにそれを爆発とか踏んで、うん、なんかいい感じできたらいいなと思います。うん、でも僕的にはなんかもう今回瀬戸り最初に検査が組んでくれたじゃないですか、うんうんうん、でなんかその尾行のところに割とそのダンスを外したラインで結構組んでるんで、最初あ見た時に、うん、こんなに外して大丈夫なのかっていうちょっと不安があったんですよ、はいはいはい、なんですけど、あのそれもなんかその今までメゾンビーとしてもだし、なんか自分的にもそのやったことないやった言い方というか、うんまあ、だけどその、まあ、ケンさんの意図とかを聞いていくうちに、なんかあこのセットリーに組んだ意味とか、このセットリーでやりたいことの背景がなんとなく見えてきて、うん、で実際に本番それも意識してこう終わった時になんかこうあこういう形の正解があるんだなと思って、僕的にはちょっとなんか新しいスパイスというか、ライトする上での、まあ、だからこそその歓声とあのお客さんのエナジーに持っていかれるっていうか、どちらかというと持っていかせる側じゃないですか、うん、なんでその地に足つけるみたいな、うん、なんか一個この辺ちゃんと客観視してる自分がプロフェッショナルとしてステージ上にいる自分のなんかアーティスト像をなんかステージ上でもちゃんとできたらいいなっていうのをちょっと今後は、はい、考えたいなって感じ。確かにね、めっちゃそうだ。あとなんかこうダンスと外すところのバランスはライブにもよって違うだろうし、なんかステージの規模によって変わってくるとか、まじいろいろあると思うけど、これはもうメゾンビルの中でいろいろやりながら手応え感じて、なんか自分たちの正解とか、最終的にはこの前だったらこの曲はこの曲やろうとか、なんかうまくね、調整できるようになると、ライブ後者と言われるようなグループになっていくんじゃないかなって、すげえ思う。セトリ、その最初のケースが考えてくるなって、うん、で自分たちもどうやって見せていこうって中で、つなげたじゃないですか、最初のセッション。あ、うんうん、あれ、戦略だってやって、自分たちの想定以上になんかその勢いを殺さずに、うんうん、あのできたって。でも、あの後もめっちゃ良かったよ。つながっていくのやっぱめっちゃ良かった。ゲットラウンドまで、なんかやっぱこう持ってった感じがあって、あの瞬発で盛り上げたというより、やっぱ、あのイントロが鳴った瞬間に、すごい空気ができたじゃん、はい、あれもう一発目で鳴ってもあの空気いったら消えないから、ブンブンブン聞いてブリンギングアウト聞いて、で、あのタイミングであれが鳴るからうわーっていくから、うん、ちゃんと乗ってってると思うんだよね。割と結構疲れる、僕らもなしめちゃくちゃ絶対に疲れるパートじゃないですか、客的にも、だけどなんか意外と疲れてなかった、うん、ファンもだし、僕らも俺らもダンス抜けるところがあって、ね、たぶん、ね、夜フルだったタイプです。あ、でもね、うん、なんかすごい良かったなと、うん、なんかちゃんと見せる曲ももちろんいいけど、あの振り外しながらサビになってパッと踊った瞬間、逆にダンスもなんか違う武器の見せ方みたいな、なんかスイッチ、アクセルグッて1個入れたみたいな見せ方にダンスがなったりしてて、なんかすげえいい使い方、あれでもずっと踊ってるとそうは見えるから、見えない、やっぱり急にフォーメーションがあるんで、そうグランっていくみたいな。
か MC に関しては今回は、うん、一人一人のキャラクターを、うん、ちょっと意識して目立つやつをやったりして、うんうん、すごい違くて今までちょっとなんか髪型とかもちょっと長くて、うん、あんま最年少がなかったから、うん、今回も一回髪を切って、うん、ちょっと喋る内容とかも、うん、なんかすごく最年少らしくもしやりすぎた部分もあったけど、うん、すごいなんか発見もあったので、うん、そのあんまり一人一人それはすごい見つかった感じはしてて、うんうん、僕個人としてはあのお客さんいっぱいいたんでちょっと恥ずかしかったな嬉しさが出ちゃったあ、まあ、それは出る、それもあると思うみたいな顔が自然とにやけてたかも、それもあると思う。前々から多分自分たち結構なんか怖いイメージを持たれてるのかなみたいな、割となんか自分たちも構えて話すことがあって、うん、それから多分なんかちょっとでもなんかちょっと柔らかい印象に見せてみんな多分どっかでやってっていうのは、それがまだちょっと配分がうまくいかないっていうのはあるんですけど、それもあるかもね、はい、初めての人的になんかあのありましたかってなってどういうことか、どういうことか、どういうことか、初めて見た人になんか伝わってるように感じましたかっていう、ああ、はい、いやでも伝わってんじゃない、あると、うん、まあ、でも前でさ、ファンがガチゴリ描ってるから、うん、後ろにその初めての人はそれも含めた景色で見えるから、うんうんうん、それはもうほぼ OK なんだよ。なんかみんなの場に来てる初めての人は、うん、なんかアウェイならそうじゃないじゃない、うん、あの自分のファンの方が絶対だから少ない中でやるパフォーマンスで、うん、の丁寧さと説明をしっかりしながらやる、うん、パフォーマンスとは違うから、うん、聞こえてます。あ結構そうなんか MC に関しても多かったんですけど、パフォーマンスも結構かかって声がバズってる状態の人が多くて、自分も含めて、なんかそれがパフォーマンスの余裕感がないっていうふうに見えたのかなっていうのを後に見返して感じて、うん、でも分かる、多分今ジュース振り切ってずっとメーターでアップとか歌ってたから、あれがね8割ぐらいで、その若干そこの上限の強弱がまだ余裕が残ってるぐらいが一番かっこいいの。さ普通の歌よりちょっとテンション高いのはいいんだけど、今もうメーターがブーッずっと振り切れてるから、はい、それはあるね、確かに。はい、だから次回だからロテーションツーマン個人的にやりたいのか、うん、あの本編で出るっていうのはちょっとあるかもしれないけど、うんうん、ちょっと話してたんですけど、うん、メゾンビー今それもやりたいなと思ってたけど他の曲をえ、そうやな、これいいんだな、柔軟すぎるそれぞれの個性がああ、そういうのは全然いいかもしれない。あと5曲ぐらい。メゾンビー TV。